清水、俺らの目的は、レア福田、清水元次、また、その他のシークレットベースの連中やなんや。そうや。俺らの本当の目的が、今回の大阪大会には何もなかった。うん。俺らの本当のターゲットは、これから、謎解きしていくから、楽しみにして待っとけ。楽しみにして待っとけよ。